茨城100キロウルトラマラソンインロッコ、一人で相方がやってますということで、どうもスピーキングの大輔です。さあ今山中がですね来ました。今現在ですね、ワニ川橋ですね、生須神社から戻ってきております。今こちら側に来ますと約65キロ地点ですね、約65キロ地点でございます。そしてなんと時刻が、私の手元の時計で1時45分でございます。1時45分、なんと山中さん65キロ来ました。はい、8時間45分だ。ね、ちょっと今ね応援してくれてる人がね来てたんですよ。今こちらにね、この横の方にいますけども、ねえ、ちょっと応援の方も来てくれましたよ、ここには。また、まあ飲んでください、飲んでくださいよ。さあ帰ってきましたね、こっちに。帰ってきました。帰ってきましたよ。でしたね。いや、こっから次が、あと5キロ先が、はい、ついに第4の関門、はいはい、豊津町づくりセンター約70キロ、こちらが。はい、あと5キロ、はい、3時までということは、あと1時間15分、1時間75分で、あと5キロ。え、いけそうじゃない？いや、もういけるよ、これ山中さん。いけますよ。どっか無理だって欲しかったみたいなのがあるえ、いけたらだってさ、次85キロまで行くんでしょ。もうついに85キロですよ。あのウォーキングセンターですよ、ついに2回目のまさかの本当に帰ってくるっていう。あ、奇跡が起きるかも。いや、ちょっとそうなってくると、いよいよ山中さんもう完走よ。85なんつったらもう完走したらさ、はい、来年どうすんの。いやいや、もう来年は来年で、もうまた別ですよ。いや、もう今この時点で、はい、二度と味わいたくないんです今でも今回結構もう伴走のね、さっちゃんさんが、いるのがでかいのかなって思うぐらい。僕が開花したんですよ。いやいやいや、もうすぐその花散りますよ明日。いや、でも十分でしょ、もう。いや、まあ、十分って言ったらおかしいけどまあね、まあ、正式な大会じゃないですかね。そうなんですよ。走ったとて、うん、誰もこう証拠としては、はい、ね、この、まあ、動画もさ、はいはいはい、間自転車も来そうじゃん。まあまあ間取ってませんから ね、はい、そのチップとか別の名前やってる、はいはいはい、大丈夫です、私が証人です。ありがとうございます。だからまあちょっと休憩して。そうっすね、あと5キロです、とりあえず。あと5キロかが第4の関門。あ、じゃあここからだよ。そうですよ、知ってる、ここからが。もし見ていただいた方とか、まあ、前回走った方は分かると思うんですけど、地獄のロングジャリ道。ロングジャリ道終わってまたロングジャリ道っていう、はいはいはい、はい、二段トラップがありますからね、ここは。そこまで来ましたよ、逆に言うと。マジかよ。結局ね、僕が全部その自分で回った時の動画ではね、はいはいはい、このね、このタイミングでこのジャリ道はマジでしんどいですみたいなこと言ってるんですけど、はいはいはい、これそのタイミングであのジャリ道走ったことないですかねそう、今ようやく60何キロ走ってからの砂利道ってないかったって。はい、65キロ走ったのも初めてなんだけど。ついに来ましたよ。しちゃいましたね。まずい。いやー、頑張っていただきたい。なんか皆さんいろんな方来てくれるじゃないですか。はい、なんか目に入る人みんなが応援しに来たんじゃないかって勘違いしちゃいます、ね、あ、僕もそうですよ。でもそうですね、まあ、ぜひとも あれですよ、もう僕に直接の電話とかも来てますからね。今どことか、なかなか伝わらないもんは伝わらないもんですね、ここと思って俺は地元だから、ね、ワニ川橋の神栖川のところのって言っても、まあ、伝わらないもんなのかなとか。え、六甲の人、六甲の人、六甲だったらワニ川のところのレストラン式あたりとかの、まあまあまあ、それはまあどうせ連絡つくと思うんで、まだ大丈夫ですけど、まあ、とかね、それぐらい皆さんがね見ていただいてますよ、本当に。ありがとうございます。
多分普段見てない方々だったりするでしょうから。切る。はい。行く。で、なんですか、コンビニ寄ります、寄っていきますか、なんかいますか。いや、とりあえずまだアンパンとおにぎりももう一個あるし、あとウイダー。あれ、飲み物ないですね。あ、じゃあさちゃんさん、お水、お水、同じやつがいいですか、それとも。お水、もし普通の、どんなの、スポーツドリンクみたいなのあるんですか。あ、なんでも。あ、その、ヨーグリーナがいいですか、はい、ちょっと今もう開けちゃったやつしかないんで、トヨツで。はい、お願いしていいですか。買ってきますね、ヨーグリナ。同じやついいですか。はい、了解です。じゃあ、行きます。はい、行きますよ、やっぱりね。もう早いね、早いね。休んでたら進まないんですよ。そうなんです。おお、気づきました、僕は。ついにね、第4の関門、はい、行きますよ、ついに。行きますよ。道である70キロですよ。3時までに。そう、あと、1時間ちょっと。70分で、あと5キロ。はい、行きます。いらっしゃい、頑張って。さあ、ということでね、また今回も応援にね、来ていただいている方もいらっしゃいました。ありがとうございますと、いうことで、山中さん今現在約65キロ地点を通過しました。で、70キロはついに第4の関門に突入でございます。皆さん引き続き見ていただいて、さらに、チャンネル登録のまだ方はぜひお願いします。またねー。